ました。この後さらなる衝撃映像が。すげえ。全長4メートルを超える凶暴なイタチザメ、決して見ることのできない驚きの映像がこちら。カメラを取り付けるためアメリカハワイ沖でイタチザメを捕獲。船の脇に横付けしてですね、不思議なことにこうお腹を上にしてひっくり返すとおとなしくなっちゃうんです。でそのおとなしくなった隙に胸びれにこのように先ほどのカメラを付けます。で水中にこう離してやると。じゃあそれでちょっとかわいいね。これは付けられたサメが見た仲間の映像ですね。お仲間ですね。で周りにちっちゃい魚がこううろうろしてます、うん、これクサヤモロという魚なんですけれども、うん、よく見ていただくとこういうふうにサメ肌に体をこすりつけてます、うん、これはですねクサヤモロが自分の体についた寄生虫をサメ肌使って落としてる、うん、掃除してるんだ。なるほど。人間がこういう映像を撮ろうと思ってもですね、サメが人間のことを気にしてしまうので、うん、なかなかこういう映像っていうのは撮れないんですね、うん、サメにカメラをつけたから初めてこういう自然な映像を撮ることができると。